ピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコース日本人の方ですね。で正直なこと話すとトロールコースをするゲーム実況者って海外の方のコースを好む傾向があるんですよね。でもそんなことは僕にはどうでもいいな。あのペラボーさん、日本人のトロールコースすげえっていうことをねこの動画をもって示そう。ゲー一緒になろのペキングだね。で今回ギミックがたくさんあるって書いてたからね、結構なんか僕もわからないような何かがあると思うんですよね。まあこれはねもう下に行くしかないと思う。下に行きます。でこのまま右行って多分ねバネ取ると思うんだよね。いやえなんでこれを取った瞬間動くんだろう。まあそんなことはどうでもよくってね、行きましょう。うわこれは面白すぎるでしょ。一回上に上がってでこのまま右に行く感じだね。よしよしよし。でここ鉄球が出てくるよきっと。なんで左に逃げましょう。分かってる分かってるよ。あれあれそれじゃあここは鉄球で壊してもらってキノコ取ってすぐドアに入る。いやこれで完璧だね。で今度はえなんだろうこれ、え何これ、こっち、なんだこれすごいねこれ、上ジャンプしたら爆発するようにできてんだね。いやなんだろうね、そんなタイムリーに動くんだ。じゃあここは何もしないで右に行こう。いやこっちで合ってる。いや一旦下行ってジャンプしよう、こう、そしてもう一回下に行く。いやこれだね。ここでパウブロックを投げて上、よしこっちで完璧だったね。左上行ったらね、いや多分罠だったと思うんですよね。うわ今度は急に城に変わりやがった。これはなんだ、ナイス。でここでパワーブロック落として右。うわ分かってるんですね私。でここは右か、どうしようここ行っていいの、これ大丈夫、なんでこれ、えなんでやれねえの、えなんでよ、えこれすごいね、何これ、なんであんた出てくるんだ。これさ過去に消されたやつのギミックが入れてますみたいな書いてたじゃん。もしかしたらさこれも消される可能性もあるってこと。じゃあさ早めにしとってよかったってことだよね。まあ、そこら辺はねちょっとよくわかんないんですけど、え待って、いやマジわかんないね。あここに鍵があんの、うわわかんない、それはうわこれはわからんかったね。じゃあドア入って右上か、右上行くんですけど危な、鍵？よし鍵ゲット。そんで上しか行けんねえ、右上行きます。あ中間ポイントだね、中間ポイントもらえますね。てててれてれ分からんやろ左か、なるほど、もう一回土管に入り直さな、これそしたら何か変わってんの、なるほど、そこでオンオフが変わってこっちに行けと、一回やられるパターンだね。だからあもう2個目くれる、じゃあここで一回ハテナ叩く、はい、うわ何もなんない、ここは回転ジャンプで行こう、よし、あれなんかね罠っぽい。でここは一回左に避けるね、いや大丈夫こっちで合ってる、うわー待って待って待ってめっちゃ進めた。でここで右で左、よし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 、うわダトウ金魚だね、いやマジ金魚、恋キングだね今日。じゃあこのまま調子いいからね、左行くね、左あの右に動いてる大砲があるじゃん、その後ろに土管が隠されてるんだよね、だから土管に入れる、よしこっちで合ってるのか、合ってる合ってる、なんか作りがねめっちゃ複雑なんだよねこのコース。ここ上罠と見せかけて罠じゃないみたいな感じでしょ、頼む、うい、なんかあると思うやんかキノコとか。俺もう7回目ぐらいだよ引っかかってんの。それじゃあこれは上に行ってよかったね、上に行ってジャンプ、うわっ何今の、何もしないでいいのかな、何もしない、右を失敗しとくね、いや来た、あなんか勝手に来たね、たまたま行けたんですけど、いやよくわかんないまま来れたね、絶対やられる自信しかないここ。ここみんな普通草叩いて左に逃げるやん、でも僕ね右に行く、絶対それで合ってる、
ジャンプ、よし、ほらほら左に行ったら負けだったね。いや僕の勝ちだね、のっぺらぼう。何これ、どういう意味ですかこれ。出したらまずかったんですかね僕。まあどうせやられるしね。じゃあ下に行って、でここで回転ジャンプで避ける、オッケー。で下に行こう。そしてこれはね、下に行くと見せかけてここね、スピンジャンプで抜けれるんじゃなかったっけ。ギミックがあるもんね。はい、無理やんかー。それじゃああの下行けんのかな。あ、なんか行けるっぽいね。そしてこのパックン倒そっか。なんかブラパとか出てきそうじゃない。ここそれじゃあここはパックンを倒してすぐ左に逃げる感じ。いや完璧だね。そしてここの上にねブラパがいて、ドアで入れないんだよね。一旦オンオフをして止まっておく。何もしない、よし、合ってたね。でここのドア入って、次はこの赤コインを取って、あ、どうしよう、あ、待って、キノカ、いやどうしよう、いやそっち入っちゃった。いやまあどうせやれないけんじゃないけど。なるほど、左のキノコを取ってつらら抜ける感じか。それじゃあここはずっとここで待っておく。それで大丈夫だね。あれ、もしかしてオンオフを変えて左に行けみたいな、そんな感じでいいのかな。あ、なるほど。そしてつらら抜けて一番右まで行きます。一番右見ないで、じゃあ上まで行って、ここをオープンブロックはなんもないね。じゃあ土管入って、こっちが多分正解だね。で右、うわ違うの、うわ、見えなかった。見えんやった。何キロ、マジ見えんかったね。どうすりゃいいんだろう。ちょっと、うわ危ない。さっきどうなってやられたんだろう、全く見えなかったんだけど。うわこっちは下に降りるね。右、よし。でここでピンクコイン取って、あと2個だね。で右、うわ捕まっておこう。うわ意味ないけど、よし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 、右は罠だったね。いや大丈夫、まだ引っかかってないよ。引っかかってんのこれ。あ、引っかかってんじゃねえか。この状態で走ってジャンプだ。いくよ、こんな感じでしょ。よしオッケー。で上に行って、このあれだね、ドアだね。あれ、どういうことですかこれ。あら戻ってきちゃったね。上、北海道館に入って、中間、あ、なんかさっきと違うパターン一緒。え、待って、さっきと一緒じゃないこれ。あ、中間は取れて、ピンクコインは、あ、ピンクコインは一応さっきのままだね。さっきとなんか違うのかな。中間戻された感じかなこれ。それかただ単になんかそうっぽくない。多分そうだね。いや中間戻されてるねこれ。多分ね罠は変わってないと思う。なんでさっきのところまでね、多分チャシャッと戻れると思うんだよね。でここも金魚降ってくるでしょ、ほら。で右下の土管に入っていきます。ちょっとえ、なにこれ。いやちょ、さっきと違うやんかー。じゃあ罠が帰ってきたってことは、こっちが正規ルートっぽいね。なんか右ブンブンとかさ、なんかいたっけ。今いたんだけど。あんなんいたっけな。じゃあここは右を失敗しないで何もしない、で左行って土管に入る。多分これで合ってるんだよね。うわー、さっきと違うパターンか。多分ね、でもほとんどは一緒ではないな。それじゃここ下ワンワン出たね。ワンワン出てから早く右に行く。よしオッケー。あ、回転ジャンプで踏んだらよかったのね。じゃあここはもうこのまんま、よいしょ、左、何、いやー、待って、じゃあこれどうすりゃよかったんだろう。いや速攻脱いでみる、速攻ジャンプして脱いでみます。で右、オッケー。うわ、カロンを脱ぎ捨ててきてよかったのかな。多分ね、さっきはカロンいらなかったもんね。よし、中間欲しいね。でさっき右だったでしょ、じゃあ今度左に行こう。多分こっちが合ってる。なんでそこは一緒なんだよ。さっきと違うやんか。めっちゃ出してくるねこの方。日本人であんまりないと思うんですけど。じゃあここは右、よし、で中間ポイント取れる。ここに来て金魚はめちゃくちゃ悔しいね。
見て、なんかカロン持ってきちゃったんだけど大丈夫これで、カロン履いてたら一回当たれるもんね。ザマーネーで金魚、これで僕は無敵なんですよね。じゃあここは土管に入る。とりあえず中間取れたね。あと2個、あと2個手に入れればいけるとは思うんですけど、ここもさっきと違うのかな。一旦そのまま行ってみるけどね。 OK、 あ、ここ一緒っぽいね。そしてここも一緒、絶対一緒。なんだお前はそれじゃあここは右だね。右に寄っておこう。なにあの子あんな雑に使われていいキャラクターじゃないよね。じゃあここはどうしよう。うわ、なんか出てきたね。はなちゃんが出てきて、これはもう僕積んだ感じですかね。はっ、うわ、やっぱ無理だね。でかいね、お花。それじゃあここのドア入ったらすぐ右に行く。すぐ右に行ってここに寄る。そしてキノコ取ってつらら抜けよう。あ、ここなんか石になってるよ。さっきまで違ったんだけどな。じゃあここはもうこれオンするしかないよね。で左、うわ危な、あれ、あ、でこっちに行く感じになってんのか。うわ、あと1個だね。うわ、素晴らしいね、やっぱこの子。あ、これはどうしたものか。走って右に抜けます。やったっす。いや絶対なんかあるよここ最後。ちょっとね気引き締めていこう。よし、2秒集中した。でここはジャンプしよう。でここは上になんかあるかな。あ、なんもない感じ。ここ見た、見ましたか皆さん、これが私の力ですよ。あれあれ入れねえジャンプした時点で負けだったの。うわ、てっきりいけると思ったんだけどな。ここ何じゃあ、どここれ。いや、見覚えはあるけどやられれないね。中間ポイント戻す感じ、もしかして。何ここ、もう一回上でしょここ。でどこ行ったっけ。いやだいやだ、いや、これは中間ポイント取っていいの。うわ、すげえ怖いんだけど。いや多分取っていいね。取って右下に行ける。なんで行けないの待って、鍵ないよ。え、鍵ないんだけど大丈夫。もう一回全部の鍵集めろってことはないよね。いやー、やった、救済措置がある。そしてここはオッケー、ゴールまでの道を連れてってくれる感じかな。あ、ここも右下行くんだね。あ、すごいすごい。うわ、素晴らしすぎるこのコース。え、マジ言葉に出ないんだけど。でここで P 踏んで右、もう一回ね赤コインを全部取らせてくれる感じだと思うんですよね。しかもね、やられれないで、ほら。でこれは上でいいの。上だね。あと4つだね。でこれは右かな。危ない、これは多分ね、強制スクロールは多分やられると思うんだよね。今のも危なかったね。そしてここは右、違う、左だね。あと3つ。今までね来たコースを全部行ってる感じだね。そしてキノコを取って上に行って、ここはこっちでいいのか。ラスト、さっきみたいに下手な真似あれしないよ。下手な真似こかないよ。失敗しないから大丈夫。ここを取って上に入って何もしない、これが多分正解でしょ。なはははおい、ドッペラボン。マジかよ。今度上、何このコース、何、今度こそ右下いけるんじゃない。今度はあの鍵ドアに入った瞬間すぐジャンプするね。絶対それでゴールできると思う。よし、すぐジャンプいける。はい、やったぜこれでゴールだね。ありがてえ、あ、絶対ゴールだこれいやー、難しかったねこのコース。さすがクリア率 0.6% 台なだけあると思うんですけども、何十回、いや100回までないと思うんですけど、めちゃくちゃやられたね。
いや、非常に楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあもう一個だけねしていきたいと思うんですけど、多分ねこれ短いと思う。みんなこれ覚えてる？トロールの王様キングブリングさんがですね、いいねをしたコースで、この一画面トロールっていうのがあったじゃん。これね、トロールエヴァ1とトロールエヴァ2まで僕してるんですけど、最近かな、トロールエヴァ3っていうのを見つけたんですよ。この方が作ってるんですよね。それをねちょっと見せたいと思って、ほら、ザ・ベストトロールエヴァ 3D って書いてるんですよ。この人の一画面トロールの新作だと思うんですよね。ちょっとこのコースだけ遊んでいきたいと思います。クリア率はねめちゃくちゃ下がってるんですよ、 14% って、まあ、14% って言ったらワンチャンねノーミスでいけると思う。これは右、やったどうもありがとうございますこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。